はい、始まりました、モイドラチャンネル。癖が強い選手でしか目が入んない。癖がすごい選手行く？癖いきますか。あ、ピーピー入れてくださいよ。癖が強い選手、はい、僕それに乗っかります、ね、誰かいますか。あー、そうだ、俺だから前回ね、謙信の声あれして、吉見さんに関わることを一つだけ喋らせてもらったんだけど、はい、大阪のさ、リーガロイヤルでさ、あの登板の前日にさ、あったでしょ、 P 選手がさ隣でうるさくてさ、 あったでしょ、はい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 、で怒鳴り込んだじゃん。怒鳴り込んだというか、怒鳴り込んでうるせんだよって言ったわけでしょ。壁にもボールバーンって投げました。そうでしょ。だからそれで次の日試合で1点ビハインドでさ、チャンスでさ、P 選手がさ、よく覚えてますね、代打で出て行ってさ、で三振、見逃し三振したでしょ。そしたら俺そこに聞いてたら、ブレよっていう、ブレよって言ってボーってグラブ投げ捨てて裏に消えていくっていうのを喋らせてもらったっていう。間違いないよね。間違いないです。間違いないよね。よかったよかった、はい、嘘言ってないから。大丈夫、名前言ってないから。 P 選手っつって、はい、分かんないですよね、うん、なんかあります？癖でしょ、なんとか癖。あの祖父江のああいう顔も癖ですよね。あれはわざとなんですか？一回さ、俺だから祖父江とやってないの。ああ、そうですね、うん、はい、でも一回プライベートで会ってないよ、同じ店に食事してたら来たのかな、はい、で挨拶されて、ああ頑張ってよって言った時はあのニコニコしたバンデリンドームでは解説されてるじゃないですか、岩田さんの。で今ドームってあの顔が映ってるじゃないですか、うん、スパックスクリーンにの顔と祖父江が投げてるけど顔がもう正反対すぎて、そうそうそう笑えてしまうという。そうだから、あの俺の知ってる祖父江選手はオーロラビジョンというか電光掲示板の顔よ、はいはい、普段はあんなんですよ、うん、まあ、簡単に言えば、あの大野はジャパン来たらね、ああいうんだ、あのなんていうの、あ、猫かぶるすげえ優等生ででもね、大野変わりましたよ本当。なんか急に、何がきっかけか分かんないですけど、あ、まあどっちかというと大野はノーヒットノーランした時のあの最後のあんなのが大野雄大です、うん、だからさ、入った時もさ、大野ので決起集会かなんかあったでしょ、キャンプで1年、はい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 、全員でさ、ね、野手とピッチャー分かれてさ、はい、焼肉食べに行くんですね、焼肉食べに行くでしょ、はい、その時にさ、大野が谷繁さんに絡んだっていうのを聞いて、俺は言ってねえんだけどそれ知らないですけど、知らないですけど、まあ、朝倉さんがずっと大野を説教してる記憶しかないですね。登板の日は変わる人とかっていうのは、なんか聞いた話なんですけど、川上さんがなんか投げる前当日にトイレにこもって、なんか電話帳で着信履歴かなんかで運気が悪そうな人を全部消すって聞いたことがあってこれ本当かどうか知らないんですけどっていうのを聞いたことがあったんです。本人にそれは初めて聞いたね俺。なんかトイレにこもって、ちょ、この人例えば調子が悪いなとか全部消していくっていうのを聞いたことがある。でもピッチャーってさ、単純な性格じゃないけどさ、勝った負けたですごいよね。いやでも正直そうですね、まあ、だってさ、なんか、ま、勝ったらさ、すごいさ、勝って次の日来たらさ、もう全然もう余裕じゃん。まあ次の日はさ、もうなんか練習やってんのかやってないかぐらいの練習で帰るわけじゃん、その時のさ、あれが6時に次の日プレーボールでしょ、はいはい、そしたらさ、もう帰る準備万端でさ、待ってるわけじゃん。6時になったらさ、試合が始まったらもうスッていなくなるの。だってもう実際4時過ぎには終わってるんで。そうでしょ、はい、終わってるでしょ。で来てもさ、なんかジョックを30分ぐらいしてさ、そうそうそう、終わりじゃん、はい、来る日見あんのかよって思うぐらいよ。おい、ピッチャーって2日間休みかって思うぐらいの次の日休みだからでしょ。で負けた時のさ、もうこの世の終わりで顔をしてさ来るわけじゃん次の日。ほんでなんか申し訳なさそうに、だけどやってることはジョギングだけじゃん。そしたらさ、その後もさ、時間あってさ、帰って次の日休みなのにさ、なんかもうなんかこんなになってさ、ロッカーで座ってさ、でなってて
次の登板で勝った瞬間にはさ、またさ、もうなんか早く帰らせろよみたいなさ、ね、いや本当ね、でしょ、下手したらあれだよね、6時前に帰るやつとかいたわけ、いや、お先ですとか言ってこれから試合行くのにさだけど、はい、負けた時はさ必ず6時前に帰るやつ一人もいないじゃん、見てますね試合ね、でしょ、はい、謙信でもそうだったもんね、あ、そうなんですか、6時までは待たないといけないかなぐらいのなんか僕らはホームなんで、まあ、野手の方が5時40分45分ぐらいに出ていくじゃないですか、ああ、レギュラーの人が、ああ、で、まあ、誰もいないところでやっぱり逃げるというか帰っていくんですけど、ああ、最後のボスがいて、まあ、辰波さんはずっといるわけなんですよ、ああ、当時、ああ、なかなか帰れないっていうなんかの隙にいなくなった時にこう出ていく、でもそれさ20分30分でしょ、6時のやったら以降はいないわけじゃん、まあまあ、なんかどっかのタイミングいなくなるんで、もう本当に羨ましい限りよ野手なんてさ、お前に試合出てるわけじゃん、ヨシが先発してさ、まあ、別にヨシに言ったことないけどさ、そんなとこにいんな、早く帰れよってしか思ってないもんね逆にこうなんか目につくじゃないか、いや僕らは逆に帰るとこ見せたらなんか申し訳ないかなっていう、いやいや逆にもう早く帰りてんだけどっていうのが見えるのよだったらもう練習終わってさっそく帰れよって思う癖があるとか分かんないですけど、癖があるか分かんないけどさ本当あの勝ち負けで変わるよね、変わります、本当に、はい、癖というか、こだわりというか、いろんなことがあったと思うんですけど、え、練習メニューが変わったとかですか、いや、それは落合さんになって4金が6金になったとか、僕はでも6金からしか知らないんで、ああ6金からでもさ、あの6金は6金で全然いいんだけど、あの初日がさ土曜日ぐらいから始まるとさ、土日は休めないから土日月火水木金土で、俺さ確かその落合さんがなった時ありましたよね、初日初はじ最初のキャンプが休金だったのよ、だから土曜日から始まったから、土日で、で土日試合やるじゃん、あの紅白戦やって、その間に、どっかがね2金だったんだよね、楽天かなどっかがなんか土日やって月曜日休んで、でカースも3、4金して、逆にこう土日が休めないからここで休んどかないとまた次とかなんかなって、俺らが1回休むのに2回休んでるよっていうでもあの落合さんの気がそれで、まあ今の与田さんはもう6金は絶対ないんで3、4金なんですけど、僕2年間一緒にして6金でやると1ヶ月1週間に1回なんで4回ぐらい休みじゃないですか、うん、大体は4回か3回 4回ぐらいですよね、今は5、6回あるんですよ今の3金4金でいくと、うん、逆に休み多すぎて何したらいいんだろうっていう風になってしまった自分がいましたね、まあ、まあ大体ゴルフ行っちゃうんですけど、当時だから貴重な休みだったよね、4あ6金時はですよね、そうこだわりというえ何でしたっけ、癖です、癖というか ルーティーンがすごい人は、活躍してる人はルーティーンすごいなっていうのは、まあ、岩瀬さんの話してたんですけど、なんかもう本当秒刻み分刻みで全てを動かしているような感じで見あの抑えされてたじゃないですか、プレーボールと同時に、まあ、マッサージがまさに、まあ、マッサージですねが始まって、多分何イニングでなんですよ、時間じゃなくて、でそこまでやってウエイトの上に来て体動かしてトレーニングコーチに動かしてもらって、こうしてこうしてこうしてこの時に入るっていうルーティーンなのかこだわりなのか、ピッチャーの中で一番すごいこだわりがあるなと思って見てましたね。野手でいるんですかそういう、いないね、そんなやつは持たないですかね、うーん、まだあんま見たことないよね、そんな、まあ、どっちかというと受け身だからじゃない、バッターピッチャーが投げてくるとかで、かかあんま気にしてないよね、うん、なんかみんな験担ぎ、まあ多少ね大なり小なりあると思うんだけど、俺全くなかったよね。あ、そうなんですか。だけどずっと同じ食事を食べる人はいるよね、サロンに。野手ですか。そうそうそう、見てると俺がちょっと待って、怒ってますね同じ場所で同じ食べ物を食べ、選手ですよね、うん、荒木さん、うどんですか、うん、食べてる食べてる俺よくもこう飽きずに食べてんな、食べてるですね、はい、まあ、俺はもう食べなかったから、井端さんはバナナを持ってるイメージ、バナナしかもう食べてないそういうイメージしかないです。別にバナナにこだわりはないんだけど、あんまり試合前に食べれないから食べたくないし、で別にさ俺全然気にしてないんだよ、荒木とこうバッティングの時間も2カ所だよ、だから
こうなんていうの、こっちから歌いいっすかみたいな、どっちでも好きなところがもうなんかもうやっぱあれあったよ、すごいなと感心するよね。なんかあるんですよね、そこを一回崩してやろうかな今日俺こっちから歌してくれよ